クリスマスサーフィンカップ2014。締め切りは12月4日やで。ゴールドコーストの夏をみんなで楽しもう。はい、ということで、はい、ということでね、エントリー終了いたしました。今回もね、はい、このたくさんの、応募いただき、非常にありがとうございます。ありがとうございます。当日 MC を担当しますリーサマルです。とみんなのヒーロー横陳です。当日ね、集合時間は朝の6時ということです。皆さん遅れずに来てくださいね。で、集合場所はプラッテンパーク、ブロードビーチの一番南側になりますんでね、もうテント立って用意しておきますんでね、皆さんそれを目指して来てください。で、ヒートスタートは、7時になりますんで、うんうん、それまでにね、準備運動なりするなり、そうですね、モチベーションを上げるなりね、あ、いろいろね、行きましょうね。やりましょう、はい、でね、一応コンディションはちょっと残念ながら雨予報出てますが、出てますが、よくね、雨にも負けず、風にも負けずというね、言葉があるように、まあ、サーファーにはね、そのコンディションはまあ関係ないじゃないですからね。ないです、はい、大会のね、アドレナリン予報、そうですね、バーンって言ってガーン行きましょう。え、ね、これ大会のね、このスムーズに、うん、進行していくためにも ね、はい、この皆さん の、 協力が必要な、そうです、ね、絶対も必要になってくるんで、はい、みんなで集合をやったらファーって集まるよ、ね、そうですね、協力をお願いします。よろしくお願いします。で、またね、ワーキングホリデーの方や初めて大会出る人、またメインクラス、ね、両方エントリーしてる人とか、ね、ヒートとヒートの間が、ね、短い人もいますんでね、必ずスケジュールの確認をお願いします。あ、え、俺だったのみたいなのね、あ、ないよくありますんでね、これならないように、よくありましたからね、昔ね。はい、それではね、今から、ヒートの抽選の方を行っていきたいと思いますんで、まずはワーキングホリデークロス、ここがメインですからね。そうですね、ダン、はい、あ、別ちょっと大輝畑さんですね。畑さんですね。畑さん行きましょう。はい、次行きましょう。ダン、はい、キエカジカワ。これキエカジカワってこの女性の方ですね。そうですね、キエちゃんですね、うん。はい、ということで、ヒートは決まりましたんでね、当日時間厳守で、はい、皆さんの協力で大会を盛り上げていこうと思います。6時です。6時です。お待ちしてます。それではありがとうございました。